乗ったボールをパターで転がし、カップを狙うのがパッティングです。パターはフェース面が目標方向を向いており、振り幅も小さいので難易度はそれほど高くありませんが、パットを制する者はゴルフを制するという格言があるほど重要です。この動画ではパターの握り方、構え方、打ち方について解説します。ゴルフの世界ではパットに肩なしという格言がありますが、レッスンの世界では左手の甲と右手の手のひらを目標に向けて握るのが基本とされています。ショットのオーバーラッピンググリップと同じように右手の小指を左手の人差し指に重ねて握ります。ショットと同様の感覚でストロークすることができます。こちらは右手の小指の上に左手の人差し指を重ねて握ります。左手首が折れにくくなり、左右のバランスが良くなります。右手と左手の上下関係を入れ替え、右手が上で左手が下になるように握ります。右手の動きを抑え、左手を主体にしてストロークすることができます。パッティングの構えや打ち方も人それぞれですが、目標に向かってボールを転がすためにはパターのフェースがボールに当たった瞬間に目標を向く必要があります。フェースをあらかじめ目標に向けて構え、つま先のライン、膝のライン、腰のライン、肩のラインをターゲットラインと平行にします。ボール位置は左目の真下にセットします。パッティングでは体重移動を行いません。腰から下を固定し、上半身の力でパターを動かします。首の付け根を支点に、背中の大きな筋肉で肩を動かしてストロークしましょう。ストロークの直後にボールの行方を見たくなってしまいますが、カップインは耳で聞けという格言が示すように、ボールを打ち出してからもボールがあった場所から目を離さないことが狙い通りにストロークする秘訣です。